地声にね、裏声を単純に混ぜた声というのとはまたちょっと違くてですね、あ、うん、この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノお兄さんマホンでございます。九州大学で音声研究してます、はい、ボイスドクターのリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミックスボイスリスニングクズよっよっ、なんだそれは。あ、ちょっと説明をさせていただきたいんですけれども、はいはい、まあ、ミックスボイス出したい人多いと思います、うんうん、みんな出したい、みんな出したい、うん、みんな出したい、みんな出したいと思うんですけど、うん、はい、何を作んなきゃいけないでしょ。そういうことなんですよ。そうなんですよ。まずは、うん、まずは聞き取れて初めて出せるっていう、そう、ここ大事なんです。あ、位置が、あ、そっちか、そうそうそう、位置、そっからね、そっから、そう、もうそもそも、そう、こうなっちゃったりしてるんで、こうしないといけない。ちゃんと聞いていかないと、ちゃんと聞いていこういけないので、はい、あの、せっかく、あの、まあ、本業、うん、お医者さんですけど、はい、ミックスボイスの研究家、研究してます、まあ、はい、もう専門家でございますから、うん、せっかくなんで、ミックスボイスを出していただくんですけど、うん、なるほど、4種類、うん、声をちょっと出していただきたくて、わかりました。その中に、1個だけ、ミックスボイスを混ぜてほしいんですけど、うん、なるほど、他の3つはフェイクというか、ね、ミックスボイスじゃないやつ混ぜちゃって、混ぜちゃって混ぜこぜ状態にして、その違いが分かりますかと。そうなんです。ミックスボイス、あなた当てれますかって、ミックスボイスソムリエにみんななってほしいってことですね。なってほしい、ね、こうやってこうテイスティングしてください、香りを楽しんでほしいっていう感じです。なるほど。ピッチは E の4番で固定します。固定で、今日は固定でいきますので、そうって感じで、ちょっとぜひやっていきたいなと思いますので、はい、って感じで、あの、このチャンネルでは発声関係のお話とか、うん、音楽関係のお話をさせていただいておりますので、はい、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。先生のチャンネルもぜひお願いいたします。いってみましょう。じゃあ、はい、ほのぼのクイズでしたっけ、何でしたっけ、ミックスボイスリスニング、あ、全然違いました全然、何ですかその童話みたいなやつほのぼのミックスクイズじゃないそんな、もっと殺伐とした殺伐とした、はい、戦いなんで、戦いですね、はい、これね、そうです、わかりました、すいません、いきましょう、失礼しました。いやいや、じゃあ E の4で、 E の4まで今日固定します、はい、じゃあまずその1番ですね、はい、今の1番いきましょう、その1番いきます、テレン、はー、なるほど、はー、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます。はい、これ1番、じゃあ次2番、はい、あーあー、うん、はい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 、さっきより全然なんか太い音色が違う感じがしますけど、うん、なんかなんか、はい、先生さん、はい、ね、あー、なるほど、あー、おー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 、はいはいはい、またちょっとこれ微妙に違いますね、これ確かに、うん、あ、ありがとうございます。じゃあちょっと最後いっちゃいます、はい、はい、お願いします。あー、うん、なるほど、うん、あありがとうございます、はい、毛色の違う4種類がちょっと系統が違います。全然なんかそれは分かりました、分かりました、分かりました、違うのは分かります、はいはい、私はもう正直聞いたら分かっちゃうんで、そう、あれなんで、皆さん、ね、シンキングタイムを、シンキングタイムで、あ、いきましょう、そうです、そうです、あー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 、コメントとかに残してもらいたいですね。いいですね、いいですね、あの、皆さん、皆さん何番だと思ったかってことだとか、そうですね、一発で分かったかどうかとかね、そうですね、うん、一発目に思ったやつをコメント欄に書いてもらったりとか、結構違ったよとか、いや、分からなかったとかもなんか欲しいですよね、うん、そうですね、なんかこれとこれだと思ったみたいな、マホン君、分かりましたかね、僕、はい、分かっちゃったんですけど、でもマホン君ね、ずっと一緒にやってきたんで、いや、そうです、そうです、うん、これ分かんなかったらちょっと言語通、はい、後でちょっと言語通、はい、これ外せないじゃあこれ僕答え発表していいですか、うん、じゃあちょっと言語通の準備もしながらじゃあ正解発表いいですか。正解はこれ最後の4番が4番正解だと思います。どうでしょうか、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解です。やった、おめでとうございます。やった、そう、4番なんですよね。そうですよ、あー、うん、はい、そうですよね。これそれぞれ、まあ、音色が違ったと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと簡単に解説すると、お願いします。1番はまあ、裏声ですよね、はい、ちょっと息が漏れたようなハスキーな声だったと思うんですけれども、はい、あー、裏声、裏声ですね、はい、はい、で、2番目ですかね、はい、は、まあ、先ほどね、うん、太い声かなっていうふうに言ってましたけど、地、うんうん、声ですね、あー、地声なんですよね、うん、あー、で、ややこしかったのが3番なんじゃないかなと思うんですね、そうっすね、そうっすね、そうっすね、3番は、はい、まあ、僕の感覚で言うと、はい、地声に裏声を混ぜた声なんですよ。あれ、でもそれいわゆるミックスってやつですよね、っていうものなんじゃないですか、ね、地声に裏声混ぜたらミックスができると思っているのであれば、はい、
じゃあ今のもうミックスなんじゃないかなっていうことになるんですけれども、はい、いわゆるミックスボイスっていうのはね、まあ、ミックスレジスターというふうに言いますけれども、うん、なんか地声にね裏声を単純に混ぜた声というのとはまたちょっと違くてですね、はぁ、うんまあ、要するにちょっとハスキーな地声だったんですね。そういう意味で3番というのはね、なるほど、あえて言えばですね、あー分かります、はい、なんでまあその楽曲中にああいった発声っていうのはいっぱいね、うんいろいろあるので、まあ、そういったエモーショナルな発声としては全然使っていくべき声なのかもしれないんですけど、うんはいはい、例えばみんながね、うん、ミックスボイスを使うことによって練習することによって高い声を作っていきたいっていう時に足がかりとなる発声ではないんだよということです。なるほどなるほど。でもしミックスボイスの練習だと思って3番の練習ばっかりしていて高い声が全然出ないっていうのであればちょっとねミックスの、うんね、ところの考え方を変えてみようかなっていうところで4番目ですよね、はい、4番目が、まあ、言ってみたらそのミックスレジスターとしての、まあ、典型的なね、まあ、その地声と裏声のね、まあ、いろいろいいところが、まあ、一番ねそのバランスよく、発生できている状態というかね、まあ、簡単に言うとですよ、はいうん、そういうことですね。もちろんその足がかりにしながらより地声寄りだとかより裏声寄りだとかね、はい、だからそういう意味では、まあその裏声寄りになってるという意味でね、うん、3番目の発声も、まあ、ミックスボイスの一部だって言えなくはないんですよ、はい、ミックスボイスっていうのは幅広いんで、そうですね、定義によって講義に言うとこんなあるんで、まあそうですね、でもこんなあるところの真ん中の発声が4番 で、 そ, うです、ね、その3番目はここら辺だったと、うーんそういうことです、ね、こんな感じでひっそり見切れてますけど、なるほど、4番を土台にすべきですよっていうことであって最後のができた上で3番をやりに行くといいんですけど、ミックスボイスをやりたいっていう場合は、そうそうそう、3番から行くのはまあトレーニングでね、そうですね、鍛えていくっていうになった時には4番が足がかりになっていくんで、まあ、そこをねちょっとねこう聞き分けで分かることが大事だってことです。これはだってこれ前までの僕ですね、3番、そう最初3番系でずっと多分マオン君とかずっとね、うん、発声してて、まあ今も引き出しとしては、ね、できます、できはするし、そういう人多分めっちゃ多いと思いますよ、ね、だってそのワードですもん、うん、みんな聞いてんの、うん、裏声と地声混ぜるって、そうだからまあミックスってね、はい、混ぜこぜにしてえいじゃないんで、そうなんですよ、まあそういう要するにまあバランスが取れてるという意味でのミックスとなんですよね、はい、ミックスなんですよね、はい、なんでそこら辺をちょっとね、うんまあ、ミックスで言葉に引きずられて、そうなんですよ、ね、地声と裏声何に何混ぜようかなっていう考え方から一回外れていこうよっていう、だからあこれが3に近いというか、3に近くてちょっと弱いんですよ、弱いんですよ、ね、それだとね、だからこうじゃなくて、うん、そうこっちに近いんですよね、そっちが足がかりになって足がかりでどんどんどん高い音がね、まあ、実際今もマホン君こうやってね、うんまあ、ずっと2年3年ぐらい2年ぐらいか、まあ、こうやってね努力していて、最初できないこういった発声がどん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 できてきて、最初はこんな絶対できなかったんですけれども、うん、そうそうで、これはなんでできたかっていうと耳ができてたからなんですよね、そういうことです、先生からいろいろ教わったりとか、いろんな人の、情報を聞いたりとかで、聞いたりとか耳を作ったので、あ、うん、こういう音色がいいんだ、この音色の時はこういう使い方でこういう体感なんだっていうのを自分で理解したからそれが作れたのであって、そういうことですね、今日の動画っていうのはそれを理解してもらう一個の手がかりにしてほしいですっていう、ぜひそういうことですね、感じなんで、この動画参考になりましたらグッドボタンと、あと先生もチャンネルやってますし、あの当然今ここね僕のチャンネルなんですけども、あの登録お済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、いう感じで皆さんも一緒に練習頑張りましょう、頑張りましょう、はい、ありがとうございます、どうも。